こんにちは、レイカクリエイターです。今日は一本のブラシを使って幻想的に表現ができる絵方法を紹介したいと思います。こういったパンチの写真があるので参考に描いていきたいと思います。今日紹介する幻想的なブラシはですね、上に新規レイヤー1つ追加します。こちらの抽象のストームペイ、こちらなんですけれども、どういう幻想的かというと、例えば紫を選んでるんですけれども、こちらを使うとこのようにどん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 回せば回すほど色は薄くなるんですけれども、紫を選んだんですけれども、実際はこういうふうに色の変化をしていくんですね。でちょっと紫ではないですよね。例えば赤を選んで同じようにやると、黄色と黄緑のようなファンタジックな色になるんですね。と思って素敵な絵が描けるんじゃないかなと思って、今回私の方でカラーパレットを作成してみました。こちらですね、見ていただけると分かると思うんですが、こういったちょっとくすんだような黄色を使うと黄緑っぽい色になります。でざーっと見て、例えば紫だとちょっと赤っぽい色、青を使いたいなっていう時はこのちょっと蛍光っぽい黄緑を使うとこのような色になるので、このちょっと色5色を使って、今回は、全部は使わないと思うんですけれども、使ってパンジーをちょっと幻想的なファンタジックな感じで描いていきたいと思います。ここに、不透明度 56% 約ですねあるんですけれども、これどういうことかというと、赤選んでます。で、不透明度が100だと光ったような、すごく光ったような色合いになるんですね。でこの不透明度を逆に下げると 25% ぐらいにしましたと濃い色になります。今先ほど真ん中ぐらいの、50% ぐらいですとちょうど中間な感じで、なので今回は不透明度を上げたり下げたりしながら表現していければと思います。今回はこのパンジーを変えていきたいと思います。ちょっとカットしちゃいますね。パンジをこんな感じでずらして、白矢印を動かすとこんな感じでカットできるので、好きな大きさにちょっとちっちゃくしちゃいますね。じゃあこれでこの隣に描いていこうと思います。ストームペイでちょっと光ったような幻想的な風な表現をしていければと思うので、まず紫色なんですけれども、こちらを見るとこの蛍光の黄緑色が若干紫なので、この色を使ってまず花びらを描いていきたいと思います。新規レイヤーを用意して黄緑色を選んで、でパンジーなんですけれども花びらの重なりがあるんですね。で、下の花びら、上の花びらで、今回はこのように透明度上げて 80% ぐらいにして一回薄く描いて、その後に上の花びらを透明度下げてちょっと濃く描いてみようかなと思います。 80% ぐらいにして 16% ぐらいにして、今ちょっとここを描いてからここを描きますね。下の花びらをこんな感じで描いてからこんな感じで描きます。今下の花びら2枚を描きました。透明度を下げて 30% ぐらい、 37% ぐらいにしています。下げて 1枚2枚3枚4枚ってあるのでちょっと描いていきたいと思います。1枚でですね、でここら辺にも重なりがあって、ここにも重なりがあって、ここにもあるね、後ろの方を薄くして前の方は濃くして描いています。このお花の中ですね、よく見るとこう白くなって、ここ黄色くなって、黒くなってシュッシュッシュッと入っているので、こちらをちょっと表現していければなと思います。1枚上に新規レイヤーを追加します。で、白は白なので、ストーンペイのは白がこう変わったりっていうことはないので、ちょっと上ら辺にポンポンポンとこんな感じでポンポンポンと白色を加えます。黄色なんですけれども、黄色は
赤色が黄色っぽく変わっているので赤にしてちょっと太くしますね。 10% ぐらいにしてポンとしていきますね。このポンポンポンとするのはですね、赤なんですけれども最初が黄色で次は黄緑色なんですね。なのでこういうふうにしていくと多分黄緑色になってきてしまうので、この最初の黄色が欲しいのでポンポンとして、黄色をつけました。今度黒い線ですねを入れていきたいので、この最初に使った、パンジーの紫色の濃い色でもいいかなと思うので、最初黄緑を使いましたね。使って濃くするには下の方ですね 16% ぐらいにして、レイヤーはこの白いのを描いたレイヤーのところにブラシの太さは 3% ぐらいでシュッシュッシュッとシュッシュッシュッと入れていってみてください。今度茎を描くんですけれども、黄色がちょっと緑っぽく色になるのでこちらを使っていこうかなと思います。この下に花びらの下にレイヤーを配置して黄色を選んで、ストーンベイが色がどんどん変わっていく色なので黄色を選んだとしても最初が黄緑でもだんだんちょっと青っぽく変化するので、ちょっと色がね青っぽい感じになると思うんですけれども、ちょっと 5% ぐらいにして1本スーッと線を引いてみます。こちらのブラシが絶えず色がこう変化していくようなブラシなので、またそれもちょっと面白い表現になるのかなと思います。まあ、茎のブラシ別にしてますね。ちょっと付箋をつけているんですね。こちらもストームペイで表現していこうかなと思います。茎の上に新規レイヤーを作って、ここですねフリーハンドにしてここまっすぐにしてジャギジャギジャギとして、ここまっすぐにしてまたジャギジャギジャギとして、こんな感じを作ります。そして付箋の水色なので黄緑色ですね、青系はね、あのピンクの線でしたらまた違う色でもいいと思うんですけれども、黄緑色を使ってちょっと太めにして中ぐらいの 50% ぐらいにしてパーッと塗ってみます。こんな感じですね。はい、一回センター外します。ですね、もしこの付箋の色少しこう落ち着いた色なんですけれども、ちょっと色にしたいっていう時は、まあ、付箋選んでますね。ここの色相彩度明るさの彩度を下げると、彩度を下げるとこのようにちょっと落ち着いたような色になってきます。ちょっとねあの影もあるので、もし影も表現されたいということでしたら、この付箋を一度選択としてこの中にだけ色を塗れるようにしています。グレー、ちょっと黒だときついかもしれないのでちょっと黒っぽい色を選んで、ここら辺シュッと影をちょっと端の方とかにも入れられてもいいかもしれないですね。こんな感じで、はい、こんな感じで作ってみました。パンチグループ化しますね。グループ化して銃を持ってきますね。はい、こんな感じで、ストームペイ、結構幻想的なブラシですねを使って表現してみました。結構このブラシをまた使うといろんな面白い表現ができそうだなと思いました。私も新しいあの、出会いがありました。またブラシでいろんな表現を、楽しんでいきたいと思います。ぜひストームペイも使ってみてください。本日はご視聴いただきありがとうございました。